はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、アストラリュウです。さあ本日なんですが、十二支の開局の可能性をね模索、今現在しているんですけども、十二支の開局によって強化されるデッキって、まあ、やっぱランク4系のあのデッキが強化されると思うんですよ。で今日はあの十二支子ホープデッキを、組んできました。ホープはレベル4のモンスターがねあの並べば、まあ、いろんなことができるんじゃないですか。で結局レベル4、を並ばせることができるところでスタートラインに立てるみたいな展開のねいう感じなんですけども、十二支の開局ってめちゃくちゃ優秀で、その点レベル4のモンスターを供給することもできるし、あとランク4のね、モンスターを供給することもできるというところでめちゃくちゃ優秀なんですよ。だから今日はねまあ、ちょっとエクストの枠がなさすぎてね、順次であんまり入ってないというか、ドランシア1枚しか入ってないんですけども、レベル4を供給する札としても使えるし、まあドランシアを出す札としても使えるんで、まあ、そういう意味合いで、ホープと組み合わせてきております。このデッキ順次の開局を入れて、強いところはやっぱりまず、ランク4が立てやすくなってるっていうところで、まあ、未来竜王がすごく出しやすくなっている、はい。でさらにここが相手の誘発をチェックするプラスうららを踏んでくれる、それからまあ展開で余ったドランシアをそのまま置いとくと妨害になる、まあ、これがやっぱいいところですね。で、よくないところは、増殖する G が重いニビルが重いっていうところです、まあ、結局ね、その弱点はぶっちゃけ元々のホープデッキとあんま変わってないんですよ。その元々ホープデッキって増殖する G もニビルも結構重かったので、未来竜王を立つまでに どうしてもニビル踏んじゃうし、ゾウジーもめっちゃ重いしねっていうところあるんですけども、まあ展開力は上がってるし、 12C の課金によって上がってるし、ランク4も立てやすくなってるということで、まあ、非常にね面白いデッキになったんじゃないかなと思います。で結局ねオノマトピアとか番長とかゴゴゴグローブとかこの辺はね何1枚で回るんで、もうサーチ札に全部回して、あとはもう適当にそのギュッとしたフランク4みたいな感じの、モンスターいっぱい入れてましてね、開局とかあとこの、サキタマとかあとサーキュラーギミックですね、この辺あるとなんかもうとりあえず相手の誘発打たれてもゾウジーさえゾウジーとニビルさえなければ貫通して動いていくことが可能と、なってますんで、まあ、ちょっと早速ね、展開をしていこうかなというふうに思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ、いくぜ。アストラル、アストラリュウ、いやアストラリュウ、12時の鍵号発動、グヌまあこれが一番重いです。ちなみにこのデッキ、これやられた時の回答を皆さんにお伝えしましょう。オノマトピア召喚、サキタマ召喚、レベル4台でバグスカターンシュロですはい、増殖する時間打たれた場合はこうしましょう。一応ね、多分相手これ一応、まあ、開局のここにチェーンショーがあったんじゃないかって話ありますけどね、増殖する G の打ちタイミング結構重いんですよね、増殖する G このデッキ結構。で開局採用したことによってランク4は出しやすいんだけど、増殖する G より重いっていうデメリットが、存在しております。なんだこれ、 VS かクシドリラかどっちだ。 VS から飛んでくるさ、あー VS じゃねえ、これなんか双剣か。 VS から飛んでくるクシャトリラフェンリル一番強いよ正直。あー最高エンドパニッシャー、さすがにイクイシア入ってるから双剣なんじゃねえかと思うけど、なんだどれだろう。これアルバスとか出てくるのかな。アルバスデッキかもしんねえか、イクイシア入れてる人もいるかもしんねえもんな、まあ、俺は入れてたけど。あーまあまあそれはまあ無効になっている、発動した効果じゃないから最高エンドパニッシャー君は大丈夫ですね。ただ、サイコエンドパニッシャーをどうやって抜くかという話がありまして、サイコエンドパニッシャー、この時打点抜くんだ、これ。打点か？竜装権限、いいだろう。竜弁、いいだろう。手札から発動した効果は一応あれだぞ。ああ、それは出さない、さすがにね。OK。うらら、ああ、OK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 。うらら来た。なるほど、まあ、デイスイマジュバグースカちゃんの効果発動して、オノマトピア墓地送っていくしかない。いやこっからどうするか問題ですな。とりあえず一旦開局発動するか、開局発動して、開局割って、サラブレード特殊召喚こう、あれ、ああそうか、鍵があるんだこれ。
開局あ、ま、間違えた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 縦にするちょ間違えた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 サラブレードのワンドローもったいな、ゼアルコンあでもゼアルコンストラクションのコストなのかまあいいかゼアルコンストラクションで、開局戻しましょう開局戻してアセンドセージ持ってくるでアセンドセージ召喚開局やっぱレベル4一体になるのがそもそも強えなこれいやただこれ横3500抜くのあれじゃねなんだっけ攻撃記録で抜くしかないよねこのデッキまあとりあえず1回アセンドセージ効果発動してハイパーランクアップマジックユートピアフォースを手に入れていくそして、希望ホープ1体でホープワン出してでハイパーランクアップマジックユートピアフォースを発動希望ホープワン1体でエクシーズ召喚現れろナンバーズ99希望ホープドラグラン効果発動直接攻撃がデッキインクなんだけどな OK、バトルフェイズ入っていいなバトルフェイズさあ打点が上がるぜ最高エンドパニッシャー君いいだろうホープドラグラーの効果発動ホープドラグラーの効果によりオーバーレインヒット2つ使いエクストラ敵からナンバーズモンスター1体を特殊召喚現れろナンバーズ22フランケン打点4500うおーこれちなみにこれ何で入ってるかっていうと拮抗勝負をケアするために入ってますトラップカードに弱いですよねホープってトラップ向こうが用意できないんですよなので無限包容とかあとそれから拮抗勝負といった、カードにめちゃくちゃ弱いので、まあ、その辺のカードを対策するために、フランケンという最強のモンスターが入ってます今現在ね、はい、で、まあ、一応アーゼウスなっとくか冷水魔獣バグースカーをアーゼウスに変えて、まあ、使うとき全部いなくなるけどな、まあ、一応ホープドラグラーの効果使いましょうホープドラグラーの効果発動ホープドラグラーの効果によりオーバーレイユニット2つ使いデッキからナンバーズモンスター1体を特殊召喚現れろ希望海流タイタニックギャラクシーさあ、一応魔法向こう魔法とああ出たーそれこれこれこれないよこれないよああまあまあそこをやるんだったらまあ守備表示になっちゃうだけだからまあいらないかこれまあこれを一応ケアするために一応入ってるんですけどまあ無限包容普通にフランケン吸ってくれるんでまああのあれですねタイタンギャラクシーとかアゼルさん残ってるという感じでございますなうむうむうむいいだろう総計だったらマギ飛んでくるのか小福とかだと割とめんどくせえな、まあ、でも小福で突破できないか盤面をいや意外と打点高いんだね3000、3000、3000、4000なんで盤面の打点めっちゃ高いっていう話ありましてまあバックやまあここで打つくらいしかやることないかうららちゃんうららちゃんバックやの効果に打つことくらいしかできないですね多分ね他打つとこないので、まあ、一応うらら向こうででサーチ入れられて龍炎飛んでくるでバロネス出てくるバロネスもさでもさこれ全部突破無理じゃねバロネス出てくるんなら出てくるで別にいいもんなこれ破壊されてまあ破壊されて破壊されても、ね、別に返し殴れるからなんとかなんだこれ多分これ普通に無効だわそれは魔法カードなので無効まあ、一応向こうを打たせるっていうあれかこれでもタイタニックギャラクシーの素材供給したらこれあれだぞ攻撃誘導効果あるぞ龍炎いいだろうこれでもタイタニックギャラクシー割れてるのかそれとも双剣対抗ショウエイさん出てくるのかちょっと分かんねえなうむいやこれ流すのはちょっともなんか出てきてもよくないこれシンクロ銃これスルーするわ流すのもったいねえ気するんだよなはい、ああ双剣対抗翔英さん出てきた翔英さん出てきたで1200バーン食らわせられていっていっていやの突破できないもんねこれニアジ3000のだってこれ俺たちのセットしてくれんのマジじゃあ流したいなじゃあ流したい
え、だ次デッキトップ攻撃力聖女のモンスター引いたら勝ちでしょ。いやな、それさすがに流すだろ、それはさすがに流すわ。おらー、あー、なるほど、なるほどですね。オノマトピア、うわーコストねうわコストね、やべえ、これデッキトップ何引かれたら負ける。え、これ結構やばいか、 あれかエクレシアやばい、双剣、双剣なんか、サーチするやつあれやばいで、なんか墓地除外して特殊召喚するタイヤか、やばい、いや、ま、割と負け筋あるこれ、助けて、割と負け筋あるよ、危ない危ねえ、危ねえ、あ、開局来た、あまりにも旺盛、開局来た、開局やべえ、これ一生開局コストにしかならんかもしれん。ちょっと、オノマトペア発動、コストいるのうざいんだよ、オノマトってなんか、ね、常に手札コストいるんだよね、うざすぎる。でこうでしょ、まあ一応ねこれは2枚サーチしてるからまああれなんだけど、ちょっとね、裏がって言われた瞬間終わるからさ。さあ効果で、ズババ番長特殊召喚、あ、てか残り1000だかライフポイント、もうこれ投げたか、ちか、バトルフェイズいっけい、あぶねー、あぶなかった、対戦ありがとうございました。いやー、これもね弾けないんですけど、開局発動、いやありそうだな、ありそうな気がするね、これもうチェーン的に。いや G やめて、いやーまたな、開局めちゃくちゃ G 風な明確な弱点だな、これ明確な弱点だわ。あー、もうサラブレードしかねえか、これまたバグースカかな、なんか一生バグースカ出してる気がするな俺、マジでさ、あれなんだよね、あのホープってすごい展開するんだよね、あの展開量やばくて、多分増殖する時突っ張るとなんかほんと20枚くらい泥させるんじゃないかっていうくらい得殊化するんですよね。なんでちょっとさすがに突っ張は無理で、でかといって LO をできるほどの展開力じゃないので、なんかマジで G がめちゃくちゃ重いんですよね。あー、ユニコーンか、 OK、 まあでもユニコーンってことはまあ多分純駆者だと思うんだけど、バグースか、これやばいか、これやばいぞ、あいつ出てくるか、スキアクロチャトリラやばいか、これちょっと待って、スキアクロクチャトリラとかいうバグースかめてやめて、やめろやめろくっそ、お前さ簡単にバグースか処理し好きなんだよな、きしょいのユニコーン、まあ、いいだろう、まあ、もう何バースか、バースか、バース、バースはいいか、バースはいい。でバース発動されて、これフェンリルまで持ってるとか言わないよね、まさか。これでフェンリル召喚エンドとかいう地獄起きたら俺怒っちゃう、さすがに、さすがに俺訴えちゃうよ、さすがに訴えちゃう。あー、パスファインダーか、パスファインダー効果、パライゾス持ってきて、これどこまで行くんだろう。でパライゾス、まあ、召喚剣使ってるからこれバースは無理だな。フェンリル、はい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 、いいでしょう。ライズハート、なるほど、フェンリルまでは行きそうだなライズハートのさ、これ効果コストで除外ならおかしくない、これこれこれ効果で除外にしてくれよ、コストで除外すんな、カードキモいの。あー、ペガサス水星は行ってこうだ、もうあのモンスターマジ死んでほしい本当に。これどこまで行くのこれ、アライズマンで来る、アライズマン無限砲やるからいいか、あーそういう感じか、なるほどね、まあまあ十分つれえわ、十分つれえ、十分つらいけど、開局引いたらワンチャンある、開局か十二獅子引いたらアーゼルスで全流しみたいな動きできるから、いやこれはさすがに開局引いてくれ、いやそこで開局引けや、何なんだこれ、
そこで会議を引け、バカタレ。まあ一応法要打つしかねえか。フェンリルですね。はい、フェンリルから、オノマトピック発動、こうか。これはちょっと盤面作りに行こう。でバースいいよ、 OK で除外ね、墓地除外ね、はいはいはい。でサラブレードどっか行こうね、 OK。 まあ墓地残しといてもいいことないからな。でだ、オノマトピア、オノマトピアじゃない、オノマトピア発動っていうことは、一枚墓地送って、あの不正カードなんだ、無限紅葉とかそっち系かな。デッキからカードを手札に加えていく。まあこれはね、まあさすがに盤面作りに行くしかないよね。ユニコーンいるから、まあ多分アーゼウスとか抜かれんじゃねえかなと思うんだけど、まあアーゼウス抜かれるぐらいだったら、まあまだなんとかなるとは思うんだけどな。これ命かけてアーゼウス作りに行ったらよかったな。これなんもないね。何あの不正カード、ビッグバンとか。まあ、これでユニコーンの効果起動して、でユニコーンでなんか抜かれる、まあ、ただモンスターレベル4、3体並んでるんで、これ盤面めちゃくちゃ作るに行けはするんですけど、ペガサスツインセーバーいねえの、マジきめえな。ちょっとなんかライズハートの効果無限保養するのはなんかちょっと違うよねっていう気はしたんですけど、これあれですかね、もしかして無限保養した方がよかった説ある。どうしよう、ダランベルシアンかな。ホープステージか、ホープステージ先だな。こことここでホープステージ、千原ステージで効果発動、千原ステージ効果で、デッキから千原ステージ特殊召喚して、ほんでまあ、とりあえずアストラルホープ出すか。アストラルホープ出して、はい、でアストラルホープ効果発動、フィールドのカードが手札のカードを墓地を送ることによって、ゼアルコンストラクションなのかこれは。いや、エクシーズチェンジタクティクス抜いちゃったんだよな。エクシーズチェンジタクティクスなんかもうちょっとオーバーキル感あるなと思って抜いちゃったんですよね。なんかもうそんなことしなくても勝てるなと思ったんですけど、入れた方がいいかこれ、さすがに枠ねえんだけどこのデッキで。ズババンチョ効果、さあレベル4を死ぬほど並べていくぞ、死ぬほどレベル4を並べていくぞ、ふんさらに、ドロドドワーフゴゴゴグローブを特殊召喚、ふん。そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、先にホープか、先ホープ出す、エクシーズ召喚現れよ、希望ホープ効果発動、アセンドステージの効果によりランクアップマジック1枚を手札に加えることができる。さらに、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚あ、これ先ホープなんですか。ホープ1体でオーバーレイネットワークを再構築、エクシーズ召喚、希望ホープ1、さらにハイパーランクアップマジックユートピアフォースを発動、ユートピアフォースの効果により希望ホープ1体でオーバーレネットワークを再構築、現れよ希望ホープドラグロー、うむ。さらに、いやこれペガサスツインセーバーいねえの、決め未来竜王するしかねえか。レベル4のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシューズ召喚現れよ、階段機ダランベルシアン効果発動。でこれサーキュラーの効果は使ったら1体しか殴れねえとかいう激キモ効果が発動しちゃうから、それは使っちゃダメなんだよな、それは使ってはダメ。ではこうして、こうすればいいか、こうして
で、レベル4同じランクの同じランクの、ナンバーズ以外のモンスター2体でオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ希望王、あ、じゃあ未来王ホープ、そして未来王ホープ1体でオーバーレイ再構築、エクシーズ召喚、現れよ未来竜王ホープ、希望王ホープドラゴンの効果発動、オーバーレイミットを2つ使い、デッキから、これ誰にしよう、魔法カード無効おじさん結構強そうだし、まあ言うて何でも無効のおじさんも強そうなんだけどね、これ4号盾でいいか4号盾出しよう、4号盾はね最強ですからね。さあハイパーランクアップパチック、ユートピアフォースが下に重なっていく、よし、いやこれ1体余ってもうたな、1体余ってもうたが、まあしょうがねえ、バトルフェイズ、ここで、まあ、そいつの効果は無効になってても良い、大丈夫だ問題ない、でここオッケーで、ここで、これでバースはタイタニックで無効にすればなんとかなるんじゃないかと、思ってるんですが、これでエンドレでいいんじゃないでしょうか。で、相手のドローフェイズ、タイタニックギャラクシー爆弾。希望ホープトラガーの効果発動。オーバーレイミットを2つ使い。現れよ希望海流、タイタニックギャラクシーで、バース止め、強欲で貪欲なツボ、そんな奇名カードを捨ててやったか。でもタイタニックギャラクシーはちょっとバースまで取っときたい、できればバース、あー、まあ召喚はしてくるよ、召喚してくる、うざ、やべえ、ちょっと待って、これどうなんだこれ、ぶん殴るとき、あ、大丈夫だな、あの未来竜王ホープリは、未来竜王ホープリが大丈夫、フェンリル、なるほど、さすがに、さすがに増字か、さすがに増字か、いやこれあれだな、ちょっと待ってくれ、これでいいか、こっちでいい、こっちで無効にして、でフェンリルって言ってきたら未来竜王で吸収して、うん、そうね、でバースって言ってきたら、それは無理、バースって言ってきたら、フランケンで無効だ、きた、いやこれ多分なんとかなったんじゃないかと信じたい、信じたい未来を今こう乗って、フェネルってこれ俺効果使えんのこれ、あー無理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 、全然無理、もう余裕で無理、フランケンのオーバーレイユニットを一つ、やばい時間がないやばい時間がないぞ、あ、手札一枚もうちょくんのか、もうこれいらねえわ、でそのカードを無効化させてもらうぞ、さあこれ止まってくれ、頼む頼む、これ止まってくれ、頼む、うむ、よし耐えた、お、これ吸収できるぞ、これ吸収できる、パーピアスからのドラグナー効果、攻撃力ゼロにしてタイタニックで返り討ち、ああ、オッケー、あ、でもこれ盤面相手もだな、やべえ、これあれか、吸収しなかった、俺もしかして、あ、やべ、アメイベージの危ねえこれ今吸収しなかった、これドロはかな、オッケー、いやまあこれはさすがにいったか、いやちょっと、なんかもうこれ、時間ないです、このゲーム、ちょっとさ、あの高校、俺でもこれ、このゲームは今俺先行だっけ、高校だよね、高校のさ時さ、もうちょっと時間伸ばしてくんないか、コナミ君、コナミ君このゲームやったことある、300秒じゃ足んないのよ、高校ちょ、先行300秒でいいけど、高校は400にしないか、あー、ダブルアップチャンス来ちゃうんだよな、ダブルアップチャンス来ちゃうんだよね、やっぱり運命力が高すぎて、やっぱダブルアップしてほしいんだろうね、うん、してほしいの、してほしいのいいんだけどさ、
いやーこれででも、まあ、ワンチャン相手の攻撃力があれだぞ、あの2000以下だった場合はぶん殴って殺せる可能性あるからな、まあ、それはそれで強いじゃん。さあ金剣発動、天帝、ディバイナー、ゲールドグラ、お儀式軸だ、ドラグマーター、エクレッシャー、あいいねいいねいいねいいじゃん。まあ確か儀式軸もめちゃくちゃ強くなってますからね、多分もう動画にはなってるんじゃないかなと思うんですが、儀式軸ドラクマもあの天帝ロッシュ3枚になってるし、あとあのルルワリリスとか来てるんでめちゃくちゃ強くなってる、なってました。使ってみた結果、はい、でデクレラディバイナー、はいどうぞ。ディバイナー効果、アーデックを墓地送って、アーデック効果、なるほどな、儀式を積極的に行っていくスタイルか。ドラグマーターいいだろう。ちなみにこのデッキはエクストラ破壊まあまあ辛いぞ。マクシムスドラグマやばい、さすがにやべ。マクシムスドラグマからのマクシムス、いやマクシムスまあまあやべえなこれ。マクシムスの効果発動、私のエクストラデッキも2枚墓地の送んないといけないとかいう、まあ、地獄起きてるんですけども、いや何も送りたくねえけど、まあしょうがねえよなこれしか、何も送りたくねえけどな、できればで、あーで効果いいだろう。あーまあアルバゾーですよね、やべえ、いやエクストラ死ぬほど破壊されんじゃねえこれ、大丈夫ドラグマあった、やばいやばいやばい、ちょっと待ってやばい、エクストラが死ぬほど破壊されるんじゃないこれ、マジやばいこと起きてんだけど、アルバスセイント飛んできて、でアルバスセイントからのアーデク、やばすぎる。さらにドラグマカーブル効果、カーブル効果発動して、いやーめちゃくちゃ墓地超えてんなこれ、きっちりは。さすがにファイナーシグマ入ってんだ、ルルバレスどういった、アークデクレアラーを除外、あーやばい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 やめて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 、助けて、エクストラデッキそんな墓地送んないで、あーつらいって、つらいよ、6枚送んないといけないの、いや激きちいわこれ。マーゼウスもしてねえか、もうなんかあいつは伊達で抜くしかないな4000は。ただもうこの場面パッと見妨害ねえけどな今のところ、まあアルバゾアの耐性がたなんか強いぐらい今のところね、なんとかなんじゃねえかって説はある。アルバスセイントがまあ一応エクストラからモンスター送ってくるかもしれないか。ああやばっ、これ俺エクストラもしかして全部だから、ね、エクストラ相手0枚ですけど。俺のエクストラ返せ、俺のエクストラ返せよ、ふざけんな、クソゲーじゃねえか、マジで許さんぞ。